っぱり勝てなかった。なんだなんだ、お前の力はそんな程度か。僕がロイヤルナイツになるなんて。お前は強さだけを求めが、それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは本物の男には本物の覚悟が必要なんだ。覚悟なんて。そんじゃお前の戦いはここまでだな。誰だてめえは。お前ついてくるなって言っただろ。なんで？お師匠様から言われたからって。ハックモン、そいつの背中を見てもまだお背中。ぼハックモンよ、ロイヤルナイツの称号は誰かに与えられるものではない。守るものになれ、ハックモン。世界をデジタル、その鋼の意志がお前を必ずロイヤルナイ。そうか、おっけど、それじゃダメだったんだ。戦うことの意味、僕は戦う。ほうほう、少しはマシな面構えになる。その覚悟が本物かどうか今一度試してやるぜ。全力でかかってこい。君がいてくれてよかった。いい覚悟だったぜ。これなら番長レオモンに。それはお前が守るものと。私との死後、お前は確かに強くなった。背負った何かを守れる力と志が合わさった時、真実は私と修行しているだけだ。だからお師匠様は僕をこの、うん、
さなロイヤルナイツ、ジエスモンの誕生だ。新しい姿となったお前が。はい、僕やってみます。やってみるはない、やるのだジエスモン。はい、ありがとうございました。師匠、君にも世話をかけたな。礼と言ってはなんだが、これからは我が弟子が君の力となる、あるいは私よりも頼もしい仲間となる。よろしく。言ったようだ、苦労をかけた。危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。能力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いこと言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ。しかし本当に強く。あいつはまだまだ強くない。いや、そうでなくては困る。それじゃ今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。